いや価値のある天杯ですね。あろうけこっちにあった。あ、ここから一つずれてた流局です。一人天杯はかやもり、また加点していきます。はい、今までの鬱憤を晴らすかのように全員を置き去りにしての加点。そして親の萩原の点だったので孫の4局へと移ります。はい、親番はドリブンズ村上、現在2番手です。岡田の持ち点が0になってしまった。孫の4局1本、バドラは初です。さあ注目親番村上選手のハイパイですが、ってなってしまいますね。ちょっとね、厳しいですか。トンか初を引きたいですね。はい、ダブトンもしくはドラの初が統一になったときは前に出やすいですかね。はい、でももうトンから切っちゃう村上選手らしい一打ですね。はい、これは少し端に寄った手配、早森観覧マン入りましたが、その他の形がかなり厳しいです。今回7種類ありますね。本一ちゃんと3色国士無双なんか全部折った一打ですね。あ、3品なら確かに全部、はい、まだ可能性残すことができますね。はい、次のツモに聞いてみましょうという一打です。このあたりも打点上さほど時間をかけずにパッと選びましたね。すっと選びましたね。さあ何を引くか。まあ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 、これは別に3品メンツになってもそんなに嬉しくないよってことですね。引いてっていう感じではないですね。はい、高ピン引きました。萩原まだ今回もちょっと皆さん時間かかりそうですね、上がりまではですね。あ、ちょっと引き締まりましたね。純ちゃんも遠くにありますか。わー素敵、純ちゃん数層、あ、一応言いそう聞いて、はい、一律さんの3色ですかね。まずは3色両半あればもう本手ですよね。はい、ということですね。茅森選手これシャーチャーなんですね。自分の風が統一になりました。はい、あー、これ萩原選手嬉しい。もう赤ウピンいらない、一気に切り替えましたね今。はい、もう早かったですね。はい、この初もまだ山に1枚残ってますからね、村上選手の手にあるだけ。村上ダブトンはさっと1巡目に切ったけど、この後、はい、はい、そうですね、さあ7、8、9もありますし、初のポンにも備えたいですし、おーおー、手から3勝だ。はい、難しいところ、村上がドラの初1枚、岡田の手は難しいが、純ちゃん3色までいったら大物手、純ちゃんだと3半、そして3色なら両半、はい、面前の時には大変なことになるぞ。合わせてね、ウーハン5点ですからね。そうですね、5点。純ちゃんはすべてのメンツ頭に1、9杯が絡んでいる役です。はい、自敗があるとちゃんと、自敗がないと純ちゃん、純ちゃんの方が違反高い。純ちゃんやっぱりその決まった時に気持ちいいですよね。かっこいいと思いますもんね。ただね、この赤ありルールで赤が使えない、な、はい、ちょっとクロート好みの役かもしれませんね。そうですね。さあ萩原まだ上がりがない、遠いですね。一応萩原だけですね、上がってないのは。そうなりますか。ただ点数はギリギリのラインでキープしていると言っていいでしょう。はい、かやもりトンが統一になった。トンは1枚場に見えてますね。シャーチャーのシャーもありますが、どちらかねこう仕掛けても守備力はまだ残ってますから、とりあえずじゃあ片方仕掛けて上がりを見に行くっていう選択もあるかもしれないですね。さあ、いいピンは嬉しいぞ。これは純ちゃんの3色に使える方ですね。数層っちゃいましょうか。もうイーソーも切ってね、数層はそのもの引いた時ぐらいですか、はい、嬉しいのって。少し一気通貨、一気通貨、嘘引きでね、一気通貨も視野に入れましたが、ここは数層。はい、いや、どうにか一撃してみたい。あんこになった、これで、ね、ポンするみたいな話になった牌ですもんね、あれ、はい、こうね、茅森選手も第一の3品がね、いろんな手役を打ったね、お見事な一打でした。はい、では先週はここで3色のペンチーピンの脱払っていきますね。はい、ドラドラが心の支えになってます。そして村上はでも全然ドラを切る気配がないぞ。はい、山に1枚残ってるドラがどこに行くか、自分で引いちゃったりしていいシャンテンです。はい、期待シャンテンですね。はい、ドラをポンしてもテンパイ取れる形になりました。あ、村上選手でもこの形からドラを切る村上さんって見たことあります。いや、ないですね。一応リアンシャンテンになってますね。はい、あ、これで純ちゃんだ。純ちゃん3色、いいシャンテン。純ちゃん3色、え、ご飯の役が、はい、
成就するかもしれない。関連ワンで123123123ですね、うん、あとはジャントーキューピンで全てねこうウーピンとチーピンがなくなると完成だ。1球完成ですね。えだってチーソー、えチーソー3枚山にいる。待ってください、萩原さん絶対すごい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 老朽さんが来た。一番嬉しいチーマンビじゃないですか。イーペイコードラドラリーチも入ってマンガンスタート老朽さん待ちです、はい、さあぶつかるかどうか。ちょっと村上選手ここはなかなか親番ですが持ち点もありますしここは引き気味になりそうですね。パピンキューピンかな、老朽層4枚山に残ります。4枚さあ岡田選手もここは戦いたい戦いたい。ここまでイーシャンテンまで仕上げたんだ、うん、茅森選手もちゃんとイーシャンテン。どうだ、老朽層上がりいい街ですよ。老朽層ありますよね。ありますあります。村上現在ね点数もそこそこ持っている2番手、はい、やっぱりこう萩原選手の捨て早を見ると、はい、切り出しからねイーピン数ワン赤ウーピンって聞いて、はい、何かを狙ってるんですよね、はい、何かを狙ってそれができたリーチですから、うんうん、なんかそんな可愛らしいって安い手は出てこなさそうですよね、はい、これね役が絡んでそうですよね、はい、萩原のこのね高打点のジャンプも含めて、はい、これはかなり警戒されそう、はい、ただ岡田選手もね差し返せるイシャンテンですから ねしかもねチーピンってそこそこまだ押しやすいですか。そうですよ、ね、来たー来たこれ来たじゃないですか。チーソーですよね。現物ですよ。リャンマンリャンマン待ちリャンマン場に2枚見えてる。ここに1枚1枚ありますありますよね。じゅんちゃん3色じゃあリャンマンだ。じゅんちゃん3色決まった8300。岡田が来ました。じゅんちゃん三色ご飯の8000は8300です。ラスト1枚このタイミングか。これは、まあ、もちろん上がった岡田選手がねお見事なハイパーカールの、ね、構想力だったんですが、はい、萩原選手は苦しいですね。枚数は圧倒的に萩原でした。打点もありましたよ、はい、リーチにていこうのですからね。いやちょっと萩原いやちょっと悔しい。ガクッときますねこれは。さあ岡田が3番手に萩原が4番手に交代です。何の一曲ドラマスーピン